今回紹介するのはミステリアスなお茶会「京都寺町三条のホームズ4」という本です。新たな年を迎え、にぎわいを見せる京都寺町三条の骨董品店、倉でアルバイトをしている牧葵は、オーナーの孫、家頭清隆と共に、バレンタインデーの夜に吉田山荘で行われる、人気作家、相方クリスの 朗読会に招待されたそこで清高は3ヶ月前にクリスを殺そうとした犯人を当ててくれとクリスの妹から依頼される大ヒットキャラミス第4弾ホラー小説はもちろんであるがミステリー小説においても殺人事件がない作品というのは本当に珍しいそれはなぜか人が人を殺す我々の日常の中で殺人とは 最も非日常的出来事であるつまり殺人を材料にすれば誰でも簡単にホラーやミステリー小説が書けたりするわけだもし殺人をキーワードに使用しないという縛りを作品に与えた場合一体どれほどの書き手が良い作品を書けるだろうこのシリーズは人が死なないそんなコンセプトの元に描かれた作品で 殺人事件という安易でインパクトのある書き手にとって最も楽で美味しい材料をあえて使わずに書き上げられているつまり化学調味料で安易に味付けをせず昆布かつお節そういった材料でだしを作り丁寧に丹念に作られた料理のように精魂込めて作者が書いているのである。化学調味料より 本物の一番だしで作った料理の方がうまいに決まっているそこがこのシリーズが超人気シリーズに成長した秘密である皆さんもぜひ本物の書き手が本物のだしで丹精込めて書き上げた素晴らしい文章を堪能してみてほしいきっと私のレビューの意味がわかるはずである以上興味のある方は 実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。